TWM のスクリーンショット TWM は x ウィンドウシステム用のウィンドウマネージャの一つ。1987年にトム・ラストランジによって開発された X11R4 以降、標準のウィンドウマネージャとして X サーバに同梱されている。現在では何らかの原因でデスクトップ環境などが立ち上がらない時などに、 緊急用として使われているのがほとんどであるが、動作の軽快さ、仕様の単純さ、カスタマイズのしやすさ、タライブラリーへの依存度の少なさといった理由により、少数の愛好者が存在する。コードはもはやメンテナンスされていないが、SWM、VTWM、CTWM、FVWM といった様々な派生が作られている。TWM は、上ワの置き換えとして、 エヴァンスサザランド勤務のトムラストランジによって書かれた。これは X コンソーシアムの一部であった。X11R1 のためのバージョンはユースネットのニュースグループコンプユニックススーシーズンにおいて1988年6月13日に公開された。数ヶ月後、MIT の X コンソルチアムのジムフルテンフが E&S にアプローチし、 X コンソーシアムにコードのメンテナンスを移すよう尋ねた。また、フルトンは、これが、インテル、クライアントコミュニケーションコンベンションズマニュアルに、準拠するようにした。これに続き、TWM は、u ア m を置き換え、X11R4 の標準のサンプルウィンドウマネージャーとしてリリースされた。フルトンによると、タブという言葉は、T から始まる、利便性とタブ付きフォルダのように見える。 ウィンドウタイトレバーに協調を受けるため選ばれたという。ありがとうございます。